トビーは、イギリスの幼児向け本、記者の絵本、またその映像化作品、機関車トーマスに登場する、路面機関車。ウィルバート・オドリー原作の絵本、記者の絵本とその映像化作品、機関車トーマスと仲間たちに登場する、年を召した箱型の木造路面蒸気機関車。ボディの前後にカウキャッチャーがあり、側面に、脇板、屋根に金がついている。色は茶色。 車体番号は7。一認証は僕、二認証は君。ヘンリエッタという専用の客車を持っている。映像化作品においては、第1期から第21期までは、レギュラーの立ち位置であった。原作では当初、名前がトービーと翻訳されていたが、映像化作品ではトビーと翻訳され、その後原作の真相版でもトビーに改められている。日本語未翻訳。 未出版の記者の絵本第32巻では、長ない兄弟の路面機関車が登場する。賢くて誠実であり、知識も豊富なため貨車の扱いもよく知っている。誰に対しても優しいが、その一方で、テレビシリーズにおいては、年を召して力が弱いことなどから繊細で心配性である。性格が強調されているエピソードや起こる場面も複数ある。パーシーと協力して、 トーマスを驚かすなど、作中では、いたずら好きな性格も描かれている。動物が好きで、TV 版では、雪の中取り残された羊や、機関庫にやってくる鳥を、心配している場面も見られる。トビーは1914年にイギリス、ストラトフォードのグレートイースタン鉄道にあった、ストラトフォード工場にて、ギシ・ジェームス・ホールデンにより製造され、当初は、 ノーフォーク州グレートヤーマスの鉄道で働いていた。その後別の小規模鉄道に移り、この頃に孫たちと鉄道を訪問したトップハムハット卿と知り合う。その後、利用客の減少で鉄道は廃線となったがトップハムハット卿により購入され、ノースウェスタン鉄道に配属となった。購入のきっかけとして、 カウキャッチャーなしで採石場を走行するのが規則違反であることをトーマスが警官から指摘されるというトラブルがあったことが作中で描かれている。トーマスやパーシーよりさらに出力の低い最小出力クラスの機関車で長距離走行にも適さないが路面区間を走行できる装備を持っている。トップハムハット橋に購入されて以降は 路面区間がある路線での貨物列車の牽引や、行員輸送の運用についた。TEB 版では、第5期以降、仲間の名ビスらと共にファーカーの先の採石場で、働いているが、観光客用の貸切列車など色々な商品性の稽古も行う。普段はヘンリエッタを使っているが、トーマスが他の任務で不在の場合は、彼がアニーとクララベルを稽引したこともある。 第8期第4は、トビー、君ならできるよではエドワードが、他の任務で不在の時に、ウェルスワース駅構内の貨車入れ替えを務めた。また、第10期第8は、トビーの午後のお休みでは、休行客車を引いた。トビーは1903年から1921年の間に、ジェームス・ホールデンにより製造された、路面蒸気機関車、J70 型をモデルとしている。この車両は、 ウィズベックアップウェル鉄道で主に貨物や旅客用として運用されたがディーゼル機関車のイビスのモデルであるイギリス国鉄レイオン型の運用へ移行するため1955年をもって引退となった作者ウィルバート・オードリーが息子クリストファー・オードリーと共に1951年にグレート・ヤーマスへ旅行した際ウィルバートが J70 型を見て気に入ったことが トビーの誕生へとつながった。また、この時にウィルバートの友人テディボストン牧師の手配により、ウィルバートとクリストファーは J70 の運転台に乗ることができ、これらの出来事により、後年クリストファーはトビーを最も気に入っているキャラクターとして挙げている。第1期から第21期までは、 レギュラーとしての扱いを受け、主役エピソードも複数制作されたが、レギュラーメンバーの中では主役会や出番が少ない方であった。第22期以降は、レギュラーキャラクターのジェンダーバランスの調整に伴い、準レギュラーへ降格となる。ありがとうございます。